今回のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。はい、シンガーソングライターの真島あずさです。あずさちゃんはシンガーソングライターということで、どんな感じの曲を作ってるんですか？そうですね、結構ポップな感じでパワーとハッピーを届けられたらなっていうのをモットーに、曲を作ったりライブをしてます。持ち曲がすごい数ありますね。何曲ぐらいですか？自分でも数えられないんですけども、多分200曲くらい作ってきたんじゃないかなと思ってます。ライブも結構頻繁にしてるんですよね。はい、ライブは月に何回ぐらい？月に3回から6回くらいのペースでやってます。近いところで2個ぐらいね、告知できるライブがありますね。はい、はい、まず一番近いのが5月17日東京になってはしまうんですけど、下北沢ロフトで、弾き語りのライブをします。そしてちょっとまた時間空いてしまうんですけど、7月17日に、古町のゴールデンピックスイエローステージで、ピアノ弾き語りのライブをします。はい、こちらチケットはどのようにしてゲットできますか？はい、私のオフィシャルホームページ mashimaazusa.com から、もしくはFacebook などもやってますので、そこからメッセージください。はい、そして将来の夢が素敵ですね。はい、新潟、毎年夏に行われる音楽イベント、音楽と弾いたちに出たいなと思ってます。はい、これ出れるようにもガシガシ音楽活動頑張っていただいて、はい、出ると決まったらすぐ連絡していただきたいと思います。一番連絡します。はい、5月と7月にライブも控えてます。今日のゲストはシンガーソングライターの真島あずささんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ライブがありますね。はい、まず一番近いのが5月17日東京になってはしまうんですけど、下北沢ロフトで、弾き語りのライブをします。そしてちょっとまた時間空いてしまうんですけど、7月17日に、古町のパワーとハッピーを届けられたらなっていうのをモットーに、曲を作ったりライブをしてます。持ち曲がすごい数ありますね。何曲ぐらいですか？自分でも数えられないんですけども、多分200曲くらい作ってきたんじゃないかなと。ゴールデンピックスイエローステージで、ピアノ弾き語りのライブをします。はい、こちらチケットはどのようにしてゲットできますか？はい、私のオフィシャルホームページ mashimaazusa.com から、もしくはFacebook な思ってます。ライブも結構頻繁にしてるんですよね。はい、ライブは月に何回ぐらい？月に3回から6回くらいのペースでやってます。近いところで2個ぐらいね、告知できる。はい、今回のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。はい、シンガーソングライターの真島あずさです。あずさちゃんはシンガーソングライターということで、どんな感じの曲を作ってるんですか？そうですね、結構ポップな感じで